藤原、川口、それから太田というところも仕掛けがありませんで、結局この展開のまま残り2周回を迎えました。まあ、こうなりますと8番の越智にとってはかましなどがなければ自らのペースで主導権を握っていけるというそういった構成になっていますが、残り1周半を過ぎました。まだ誘導を使う形、後ろの動きもありませんで、8番の越智このまま自らのペースで先行していきます。さあ問題は番手の争いですが、まだここは決着つかず、インコース2番のキラが粘って、外3番の大久保、ちょっと大久保が外さばかれる形で交代していきました。番手3番手はキラ岡野が取り切っています。バックから3コーナー、後方からは4番の太田がなかなかいいスピード、今日は 3.93 のギア、4コーナーから直線、しかしここは振り切っています。8番の内押し切って5輪、そして2番のキラ、1番の岡野、8番2番1番です。